こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。1月15日ライブにご参加いただきました皆様、どうもありがとうございました。実は YouTube 運営様よりブロックという措置を受けまして表示されなくなっています。状況はブログに書きましたのでそちらの方をご覧ください。引き続き動画投稿はできますのでご安心ください。内容については タイムリーに有意義な情報をお届けできていたテーマもあり残念です今回改めてその一つを取り上げますプーチンの悩みの種という側面から西側では報道される軍へのさらなる国民の動員に関してライブでお伝えしたのはまずは軍人で下院議員になっている2人の議論1人は 30歳以上のすべてのロシア人を軍事訓練に送ることを提案しましたが、もう一人は、それは希望的な楽観主義と切り捨てました。研修レベルの教育ではなく、戦場の現実を想定した実戦レベルの戦闘訓練、及び武器や応急措置に関する知識を叩き込むのでなければ、特別軍事作戦に送っても足手まといになるだけである。また、 経験豊富な教官たちは特別軍事作戦のさまざまな目的で配置についてしまっており教えられる人材が残っていないと語りました一方で現場の司令官からは新たな軍事基盤への移行を開始すべき時であるとの提言も出ていることをお伝えしましたウクライナで広大な領地を獲得し いつでも紛争が想定され得る長い前線を長期にわたり維持しなければならないことから常に何が起きても対処できるよう軍事基地を置き装備と人員を配置し補給を整備しなければなりませんその重要性への理解を国民に浸透させる社会教育も必要その司令官は国民の統合の 新しい形態を導入する必要がある。様々な刺激や励ましが重要と語りました。そして今週1月17日にショイグ国防省がプーチン大統領の承認の下ロシア連邦軍の軍人の数を現在の115万人から150万人に増員することを発表しました。以下、新計画について タス通信がまとめた記事の中からいくつかピックアップしてご紹介します詳細はハラブログをご覧ください一つ目軍人の増員2023年から2026年にかけて軍人の数を現在の115万人これは文民を除く数ですから150万人へ増員する 二つ目、新体制と軍管区。新しい軍管区に自立型の部隊グループを設置する。つまり、ドンバスの人民共和国。ヘルソン州とザポロジエ州に人民共和国と州を管轄する軍事組織を再編、新設する。カレリア地方。これはフィンランドとの国境地域です。にも 軍グループを編成する3番目包括的統合すべての軍艦区における武器装備の供給インフラ建設は一つの包括的な計画に統合され同期されるこれはつまり2023年から2026年にかけて大きな 建設及び物流のプロジェクトが実施されることを意味します。四番目人員整備。契約兵士。ワグネルのような民間軍事会社所属の兵士などを。六十九万五千人へ増員。今年の終わりまでに少なくとも。五十二万一千人にする。 訓訓練場を増やし訓練場場をを増増ややしででののの学生の数を増やすす計画の骨子は以上です軍人の数を増やす点は戦争の長期化を予感させ政権にマイナス材料ではありますが同時に今年から2026年にかけての4か年計画での巨大な公共事業でもあり建設や物流製造業に 大きな需要と雇用をもたらすであろうことも事実です。繁栄につながれば、国民が豊かで、かつ心が引き締まった国づくりが期待できる面もありそうです。もう一つ注目すべき点。先日、特別軍事作戦の最高司令官がゲラシモフに入れ替わり、スロビキンが副司令官に降格になるという異例の人事がありました。背景について、 様々な憶測ががが飛び交いいままししたがこの新しい軍事基盤整備計画を前提とすすれば納得が行きます戦闘の作戦立案と遂行において優れているスロビキン将軍ですが国家運営を担う大きなプロジェクトの運営は別の人が良いのかもしれません副官として特別軍事作戦エリアの戦闘そのものに専念する方が良さそうです 今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。See you.